はいどうもリントです。今日は、こちらのキリアとクロトの最強ワクチンをレビューしていこうかなと思います。ということでデラックスドクターマイティダブル X ガシャットを開封して見ていこうかなと思います。ということでね、アニメ最終話付近40何話だったかな、話数まで覚えてないやのところで出てきたこちらの最強のゲムデウスワクチン開封していこうかなと思います。よし、でもうねちょっと電池入れちゃってはいるんですけれども、もうね最高ですこれ。なのでパンフレットね見ながら軽くね、音を鳴らして連動音声も聞いていこうかなと思います。ということでこちらが最強のゲムデウスワクチンです。ドクターマイティダブル X ということで、こちらにはドクターっぽいね感じのマイティアクション X のキャラクターがいて、まあ、観察医の、だったら黄色でいいと思うんだけど、なんで白なのかは分かんないです。白と黒です。そして裏はこんな感じで、この中にこういう感じでね、見えています。ということでやっていきましょう。じゃあ電源つけていきます。エヴァ、これを使え。ダンクロトを実験体にしてゲムデウスウイルスの抗体を作った。最強のゲムデウスワクチンだ。ということで起動音が、こちらの、M これを使えということで、M にぶん投げるシーンですね。ダンクロトを実験台にして、最強のゲムデウスワクチンを作ったっていう、そのそのところが流れます。もう一回流してみましょう。エヴァ、これを使え。ダンクロトを実験体にしてゲムデウスウイルスの抗体を作った。最強のゲムデウスワクチンだ。はい、という形でなります。その時はねここが光ってますね。エヴァ、これを使え。ダンクロトを実験体にしてゲムデウスウイルスの抗体を作った。最強のゲムデウスワクチンだ。はい、ということでこんな感じでね、ここが光ります。はい、では早速、全部で、19種類の音声が入ってます。じゃあ聞いていきましょう。一応19種類の音声はここに、パンフレットとかね説明書にも書いてあるんですけれども、ちょっと映しておきますね。はい、こんな感じで入ってます。まあほぼほぼねこのドクターマイティダブル X がね、できた時の音声ですね。では1音目。はい、2音目。次3音目。二度と悲劇を繰り返さないために、自分にしかできないことだ。4音目。すべてはお前から始まったことだ。そのツケを今ここで払ってもらうぜ。5音目。悔しかったら生き延びてみせろ。ライフを使い切る前にな。6音目。どうやら本気らしいな。はい、ここまではね、ほぼキリアのセリフですね。はい、7音目。はい、次8音目。お前今打ち伸ばせてやる。道連れだ。ちょっと聞き取りにくいですが、お前にも味合わせてやるよ。ふふふふ、道連れだって言ってますね。お前にのところがちょっと聞き取りにくいかな。どういうつもりだ。君も無事では済まないぞ。9音目。はい、次10音目。お互い一度は死んだ身だ。一緒に潔く散ろうぜ。お前に最初で最後のチャンスを与えてやってんだ。お前に最初で最後ののところが11音目ですね。あのポチポチっておっしゃいました。遺体を研究しているように役立てるのも観察医の使命なもんでな。はい、12音目。はい、次13音目。一度は死んだこの命を医療の未来に捧げようぜ。次14音目。はい、次15音目。患者が苦しんでんのにドクターが立ち止まってられるかよ。はい、16音目。ギャーハハハハハ、ゲームデウスウイルスを克服したぞ。うわ
テンション高い。はい、次、17問目。はい、私は神だーって言ってるところで、吸収されましたね、バグバイザーに。じゃあガシャットはもらっていくぜ。そしてドクターマイティーダブルです。はい、という、全19音が入っています。じゃあ、こちらのゲーマードライバーと連動させていきましょう。で、連動変身音声が2パターン存在します。では1パターン目からやっていきましょう。開けます。はい、ということで、普通の連動音声の方では、ドクターマイティ二人で作る、ドクターマイティ二人でメイキング X って言ってますね。はい、では早速第2音目、では変身します。やかましいな神の方ですね。これはプレ版の方でも公開されていた音声の方で、私が君を、自分がお前を、We are 何度も何度も倒して、WX っていう風になるやつですね。はい、変身音の音声としては変わらない。ちょっと私は持ってないんですけれども、マイティブラザーズ WX と同じですね。マイティブラザーズの時が、なんだっけ、マイティブラザーズ二人でヒートリー、マイティブラザーズ二人でビクトリーだかって感じの音声だったはずなんですね。で、お前が俺で、俺がお前でお前が俺でだったかなみたいな、レベル X 音声ですね。まあそのあたりはインターネットの方のというか YouTube でね検索してみていただければ見つかると思うので、それこそレオンさんとか、まあ伏せる意味ないんですけど、レオンチャンネルさんとか、あとオタファさんとか、そのあたりの方々がレビューをしてたかなと思うので、私が見て記憶がある人だね。なのでそういうのを検索してみると、とりあえずマイティブラザーズ WX の方は出てくるかなと思います。はい、ということで、はい、最後は必殺技の音声ですね。はい、ということでこっちの音声は、ドクターマイティクリティカルストライクですね。たまに会心の一発が流れますね。会心の一発なるかな。ならないね。なんね、意外となんないね。あ、なんない。おう、なったなった。会心の一発ってなると二人で喋ってくれますね。では変身音二音目。では閉めてもう一回。
はい、ということで、ノリノリな神と噛んじゃいました。ノリノリだな神っていう形でキリアがボイスを喋ってくれるバージョンで、ただ、ノリノリなんですけど、ダンクロトの声の方が低いので、ちょっと聞き取りにくいかなっていう感じですね。はい、では、2音目。ちょっと近めで。はい、ということで、音程を合わせろよ神という形で流れますね。すごい反射して、中のやつ見えないな、全然。はい、ということでね、この2音が流れるという形です。で、ガシャコンキースラッシャーは持ってないので、連動音声かわかんないですけど、多分鳴らし方としてはここ。一応これで音声になりますね。で、普通に刺した時にはこっちが、で、こっちを押すと、という形でなりますね。はい、ということで、今回はこちらのドクターマイティダブル X ガシャットの方のご紹介をいたしました。あれですね、本編では変身はねしてないので、これで変身ではなくて、ただ単にゲムデウスウイルスをね、の抗体としてね、ワクチンとして使われていただけなので、あれなんですけれども、追加でね変身音も入っているので、このバージョンの変身とかもちょっと期待したいですね。出たりしないのかなーって思っています。ということで、本日は、ドクターマイティダブル X ガシャットご紹介でした。では以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。